双子散歩です。今回のお散歩は久しぶりに新大久保へやってまいりました。まだ新大久保の街が静かな時に狙ってきました。なぜなら行列が予想されるからです。気合入ってますよ。オープン前に着いたので一番乗りでしたよ。毎年特に夏の期間は行列が絶えない韓国のかき氷のカフェです。朝コーヒーを欠かせない私たちのアメリカーノからスタートです。そして今回は妹分のニコちゃんが一緒です。朝からなんという美味しそうなビジュアルなんでしょうか。念願のソルビンです。グリーンティーチョコソルビンはかき氷の上にチョコレートと抹茶の組み合わせですね。抹茶のソースをかけていただきます。氷はふわふわなイメージだったんですけど、思っていたよりは少し固めの印象です。アップルマンゴーチーズソルビンはさっぱりしたマンゴーとバニラアイスですね。そこにチーズがアクセントになっていてとっても合いました。本当は一人一個ずつとも考えたんですけど、もしかしたら無理かなと思いまして、最初はシェアにしました。でも私たちには2個でちょうどいい量でした。3人でご飯みたいに分けてしまったのがビジュアル的にはあんまり綺麗ではないですよね。でもお味は想像以上に美味しかったです。そしていろんなメニューがあるので、またぜひ食べてみたいなって思いました。夏の期間のみ10時オープンです。皆さんも早めに来て食べてみてください。新大久保はおしゃれなカフェがたくさんありますが、夏はやはりこちらは外せないです。はい、この日の新大久保は暑さのせいか、あまり人がいないように感じました。なので、いつも行列になっているベーカリーショップに入ることができました。韓国で人気のベーカリーショップがこちらの新大久保に新しくオープンしたということで、毎日毎日行列だという噂は聞いていました。でもこの日は本当ラッキーでした。ドーナツとパンのショーケースに分かれていて、
今回妹のシナモンとニコちゃんはドーナツを購入しました。私姉のチャイはこの日は体調がいまいちで食べられなくてとても残念でした。ぜひリベンジしたいと思います。ボリュームがあってたっぷりとクリームも入っているそうです。個人的にはイートインスペースがあるといいなぁなんて思いました。行列が絶えないお店だっていうことがはっきり分かったそうです。久しぶりの韓国スーパーはトップマートさんです。初めて訪れました。でもこちらはイエスマートさんがあったところですね。ほとんど中は一緒なのかなと思うくらい違和感がありませんでした。韓国のものって一人分っていうのは少ないと思うんですよね。こちらの冷凍食品を見ていると気軽に一人で食べられそうなものがたくさん揃っているのは嬉しいなと思いました。こういうのも小腹が空いた時に食べたくなるよね。お家で韓国気分です。こちらも一人分で嬉しいですよね。そしてお茶のシーンがありましたので、無料に弱い私たちは試してみました。男と書いてあるお茶のペットボトルですね。意味がよくわからなかったんですけど不思議な味でした。そしてお弁当みたいなのやお惣菜もありますね。こちらも一人分でいいなぁと思ったんですけど、この暑さで持ち歩くのがちょっと厳しいですね。そしてこちらのマッコリやビールも魅力的です。でもやっぱり持ち歩きが難しいかな。この暑さでヘトヘトになりました。お腹が空いたのでお店を探すのも大変だけど次行ってみます。ランチは韓国で人気のタッカルビ専門店のゆがねタッカルビさんです。タッカルビとあとはおかわり自由のサラダバーがついています。私姉のチャイが体調がいまいちなのでちょっと食べられないかなと思いまして、基本のタッカルビを2人分にオーダーしました。3人で食べたらかなりリーズナブルなんですよね。サラダバーから野菜をチョイスして巻いて食べます。タッカルビの後はご飯を追加してチャーハンを食べようかなっていうふうに思っていたんですけど、ちょっと今回は難しいかな。こちらは一人分のメニューもあるようです。お一人様でも OK だそうです。別のメニューもまた食べてみたいし、私姉のチャイもリベンジしたいです。とっても美味しかったです。今回は3人で食べたからかなりリーズナブルでした。ごちそうさまでした。場所は食安通りの方です。絶対にこちらの通りは穴場多いのでおすすめです。ヴィンテージガールズが挑戦したのは何十年ぶりかのプリクラです。あ、何のポーズか。これにする。ポーズが出てこない。ジェネレーションギャップを感じちゃうね。あ、これもいい。ニコちゃんから OK 出ました。私たちがこうやって。
なんだかよくわからないけど、久しぶりのプリクラ、楽しそうな予感がします。こちらのプリクラは加工や落書き機能はありません。印刷は4カットのみです。ノーマルフレーム2枚で500円、200円でカチューシャやかぶり物がレンタルできるそうです。今回は使用しませんでした。滑稽で笑えちゃうんだけど、最後は綺麗に収まった。ヴィンテージガールズの皆さん、ぜひ挑戦してみてください。夏の思い出になりました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。